アカデミー・シュイスは19世紀前半からパリのしてしまオルフェーブル通りに開校されていた私立の画塾。小学の授業料で貧しい画学生でもモデルに基づくデッサンを学ぶことができた。ジャック・ルイ・ダビットの元モデルであったマルタン・フランソワ・シュイスが開いていた。自由に描くことが許される気風の中で後に有名になる多くの画家がここで育った。ポール・セザンヌは このアカデミーシュイスで、画家仲間のカミー・エピサロやアルマン・ギオマン、あとに妻となるモデルのオルタンス・フィケと知り合った。コローの描いたオルフェーブル菓子の風景1781年に、パリのカツラヤの息子で、ジャック・ルイ・ダビットのモデルを務めた、マルタン・フランソワ・シュイスが設立し、1859年まで校長を務め、その没後、老いのシャルル・シュイスが校長を継いだ。シャルル・シュイスも、 ギュスターブ・クールベのモデルを務めた人物である。美術学校はパリのオルフェーブル菓子4番地にあった。シャルル・シュイスが亡くなった後、イタリア出身の彫刻家、フィリッポ・コラ・ロッシュが工房を購入し、アカデミー・スイス・キャブラ・ソルやアカデミー・デ・ラ・ローズの名前で運営した後、1870年にグランド・ショミエール通りに移し、アカデミー・コラ・ロッシュに改名した。ありがとうございます。